どうも、あゆかわです。本日は、あゆを餌で狙ってみます。2.1。仕掛け。用意した餌は、シラスと刺しです。このダイソーの糸、新発売。4種類。売ってた。まずは、シラスでやってみます。目の前のシラスを、シカとしています。今日も厳しい戦いになりそうです。全然、反応しないです。小刻みなアクションで誘ってみる。ダメ。浮き、いらねえ。小刻みに上下させています。ほら。ヒット。ハゼ系の魚。たまに反応するアユがいるけど、全く釣れない。餌を変えてみる。もしかして、中流域のアユって、餌で釣れないの？一旦、退却します。5時。ユウマヅメなら、餌でも釣れるはず。勝った。アユ釣り用の針。赤虫。いざ、勝負。中層を狙ってみます。もうすぐ、真っ暗。このまま粘っても、釣れないと思う。一旦、退却します。雨、降ってる。
本日の目標は、アユ一匹です。競技用ロッド。ワカサギ仕掛け。赤虫と白刺しです。連れてください。白赤です。苔と間違えて、餌を食わないかな。少し、移動しました。収容板を使ってみます。収容板をつけると、落下スピードが落ちるので、絶妙な誘いになるのでは？アユ、釣れた。釣れ。さすがに、スレじゃ終われない。ヒット。沼秩父。やっと釣れた。白刺し。餌の配置をローテーション。気が釣れた。切れちゃった。予備のワカサギ仕掛けがない。今回は、ここまでにします。ご視聴ありがとうございます。初ゲットまで、かなりの時間を費やしましたが、全く釣れず、アユを餌で釣るのなら、胴付き仕掛けと収容板が良さそうです。